今はスウィーデンにテニスの試合に来ています。スウィーデンのバスタードっていうところです。結構、テニス会場は海の隣ですごい綺麗なところで、でもそれの周りは結構田舎のところで、結構なんかみんなベケーションに来る場所みたいで、なんか、でテニスの会場は、テニスの会場はなんかリゾートっぽくて、そこにホテルがあって、でコート、センターコートもステディアムもあって、すごくなんか 結構いい大会。でもなんかいい、経験っていうか、まあ楽しい、It's not、そんなに serious じゃないっていうか、serious じゃないといけないんだけど、なんかそこまで結構なんかリラックスできながらできるから、そんなに悪くないと思う。プロになってこれまで1年目でいろんなところに初めて行って、これヨーロッパはもうこれまだ3回目で、もう本当にプロのテニスプレーヤーになる一つの理由は、なった理由はいろんなところに行けるためで、なんかいろんな場所も見れてすごく楽しいから、そこがテニス大好きなんだけど、大好きなものをやりながら、いろんなところに連れてくれて、でなんかすごく面白いです。一人で行くときはたまに寂しくなるんですけど、いつもお父さんは私のコーチだから、なるべく一緒に、いつ、うん、と、ほとんど一緒に来てくれるんですけど、でも最近やっぱりお父さんの分も払わないといけないから、今回は一人で 来ないといけなかったんだけど、でも、一応大学、UCLA に行ったから、その時に結構一人で、でも一人、だからお父さんがいなくても一人で、友達とかできて、そして、その子たちと練習とかする、トレーニングみたいなもんで、例えば今回一人で来てもいろんな人と会って、その子たちと練習して、で友達できたらいいなっていう感じに持ってける 持ってけるようにできるんだけど、この一人で泊まってるのも寂しくなるけど、そこまで、なったら寝るだけだから。最初は難しいけど、でも、ずっとやってて、もうあとは慣れかな。結構私はコートの外とコートの中、なんか別人になれるから、コートの上に立つと、みんなはライバルだから、あとはただボールを打つことだけ。で、そして、コートの外だったら、普通に 人間になって、そして、
いろんなこととか話せるし、ね、いろんなこと習えるし、なんかそれもいい経験だと思います。と思うんですけど、でもまあそれもいろんな人もいて、まあヨーロッパ人とか、なんか自分だけっていう人もいるし、まあ友達になれる人となるけど、でももしその人は一人だけになりたかったら、もうあまりバーダーはしたくないから。でもうん。あ、でもいや、お父さんといるときは食事全部お父さんと食べるんですけど、うん、でもたまにお父さんもその方してたら一緒に、はい、例えば私のパートナーと一緒に食事とかする。うん、うん、まあそれが一つの学校にちゃんと行ったおかげだと思う。なんかだって学校に行って、まあ、いろんな人と喋って、でまあ大学、まあ、ずっと小学校からずっと学校行ってたじゃん。で、まあ、大学特に私一人、家族から離れて一人でそこで過ごさないといけなくて、その時にもチームメイトいなくてもいろんな人と話して、で、そしてでもその日練習あったりして、そのすぐクラスからテニスコートに持っていかないといけなかったから、そういうなんか切り替えるのが多分そこから来たのかなと思う。うん、そうそう、なんかもう慣れてるから、うん、いろんな人と話せて、で自分がなんか迷ってたり、なんかクエスチョンがあったら、聞けるようになれて、そう。うんうん、まあ、チームメイトじゃなく、だけじゃなくて、家族も、ね、高校の時は家族と一緒にずっといたじゃん。で、そして、大学に行ったら家族と離れたんだけど、チームメイトはもういるけど、で、そしてプロになったらもうみんながいない。でも自分で人と話せるようになれて、うん。Is the lighting okay? Yeah, Oh, I'm standing. I kind of want to put it down though, because it's going to get tiring. I don't know where to put it. I'm going to sit down. Let's see if that works. Is that okay? Okay. 日本語できるかな?